な。うん、クモン来たい。福岡のライバル視、いやこれあるあるやけど、熊本県民はライバル視しとるってさ。そうでも福岡の人はもう熊本に興味にあってたよ多分悲しいことに。そう、それは感じる。そうかな。で方言だご違うかい、まあ、似とるく感じるやっぱ。どうでも福岡ってたもうバリッとかったっけ。そう熊本だごって言うけ、まずそこが違うっつって、そのだごとか一切使わさんけ福岡の人さ。であのあれ伝えって言うじゃん俺は語尾で、なんなん伝えとか、もうちっちゃいつになるけ、なんなん伝えとか、なんなんちゃけみたいな感じだけ、なんか博多弁とかの方がなんか丸く感じる熊本からすると。そう、それは感じる。一番びっくりした方言博多弁とかね、は博多弁か福岡弁かよく分からんけど、熊本かだったらね、それ怒った時とかに主は撃たるっけんねとか、主は撃たれちゃうとやみたいな、そう撃つぞみたいな感じで言ってた。そうでも福岡の人は怒らせたら暮らすばいとか暮らすぞって言わせてた。だけもう一緒住みちゃうとと思った。熊本の彼氏こと杉本拓也くんはブラックアイリスというグループのメインボーカルを務め、作詞作曲も手掛けています。3日おきにやっている TikTok ライブは Twitter をフォローすると通知してくれて見逃しませんよ。